実際本当に買うことになりました。どうもこんにちは、尖った車大好きペッパーローニーです。本日なんですけれども、こちらですね、新しく購入しました新車、えって思った方いると思うんですけど、こちらトレーラーハウスなんですけれども、扱い上車なんですよ。なんでちゃんと車検もありますし、車検証もありますっていう新しいね、我が家の3代目のねトレーラー、こちらの内外装を徹底チェック行ってみたいと思います。まずこのトレーラーは何かっていう話なんですけれども、ここに書いてあるこれですね、J フライトって言われるシリーズのものですね。 J フライトの7シリーズって言われているものになりまして、その中のこれ154の BH っていう車種ですね。車種がトレーラーの種類になります。で、出しているのがアメリカのジェイコっていうモデルのものになります。アメ車のラングラーとアメリカのトレーラー、まあなんか日本には本当、これ日本なのみたいなライフスタイルを送りたくて、今回ちょっとこちらのトレーラーですね、購入してみました。で、まず外装としてはどれから紹介しましょうかねというぐらいたくさんあるんですけれども、まず一つここですね。ここは基本外と中を、キャブコンとかでもよくある外の中をそのまま入れる、荷物を入れるところで、トレーラーって結構外で使う荷物多いんですよ。ちょっと散らかっちゃってるんですけど、もう雨で濡れたりしてもそのまま入れてるので荷物入れてます。例えばここにある荷物で何をするかっていう、ここのトレーラーと連結するところの連結をするために必要な工具だったり部材だったりっていうのを入れたり、車止めを入れたりっていうのがメインになりますね。で、ここの場所で言うと、ここがトレーラーとラングラーを連結しているポールになりまして、で、僕の場合オプションでウェイトディストリビューションヒッチっていう、走行安定するため、いわゆる重心バランスを取るために、何箇所か重心バランス取るために分散しているためのヒッチがここと、ここ、いわゆるここですね。これ上からちょっと見てもらえたら分かると思うんですけれども、重心が分散するようについてるっていうものになります。で、それ専用の荷重用のヒッチになってまして、ちなみにこのバンパーですね、これ US バンパーになってるんで、ラングラーの通常バンパーではなくてアメリカのものに変えたんで、そこに牽引フックがついてるっていうものになります。で、この黒い袋の中身は何かっていうお話なんですけれども、これ開けるかな、よいしょ。この黒い袋の中にはこれですね、プロパンガスが入ってます。このトレーラー、暖房と冷蔵庫とボイラーもついてる、お風呂やシャワーも浴びれるので、それ用のガスを常に持ち運ぶようになりまして、これによって割とガス会社さん持ってけばガス充填してくれたりするんで、それ用のガス栓がここについてるっていうモデルになります。ちょっと一回危ないんでカバーしちゃいますね。よいしょ。ちなみにこのトレーラー結構高級感あるんですけど、下手したらこのカバーが一番高級かもしれない説がディーラーさんの中ではあるそうです。はい。で、ここのガスのコントロールする線ですね、がまず1個ここにあります。で、ここは綺麗な曲線があって、次ですね、このトレーラー先ほどお伝えした通り、ボイラーが、お風呂を沸かせるのでボイラーがあって、ボイラーはここにあります。よいしょ。こんな感じでボイラーがついてます。多分ここを今やると結構水がプシャーって吹き出すんですけど、ちょっとやってみましょうかね。っていう感じでボイラーから水がめちゃくちゃ出るっていうもの。これ今結構熱い水なんで触るのはやめた方がいいと思います。ちなみにこれはアメリカのトレーラーになるんで、立て付け系はめちゃくちゃ悪いです。次、ここにあるこれはコンセントですね。外にもこのトレーラーコンセントがついてるので、コンセントがついてる、使えるようになります。じゃあ、なんでここにコンセントがついてるのっていう話なんですけれども、これは登る時の手すりと、ここにちゃんと乗り込みやすくであるステップがついてます。で、鍵もちゃんとしっかり2箇所ロックができるようになってるので安全ですね。ちなみに手前の鍵はこれドアをオープンにするための鍵で、上の鍵は何かって、こうするとここが開かなくなるように、ドアがそもそも開けられなくなるようなロックになってます。で、これを開けて、これを解除して、で、このトレーラーここにコンセントがある理由としては、ちょっと上見ててくださいね。このトレーラーオーニングがついてるので、
こういう風に上オーニング出てくるんですよ。ちょっと今隣車いないんで全開してみますね。ちなみにこのオーニングの長さ3メートルって言われてます。めちゃくちゃ長いです。こんな感じですね。アメリカ規格になるのでこんだけ広いオーニングがついてるっていう形になります。中広いです。では閉まっていきましょう。一瞬出しすぎたかと思ったわ。ちなみにこのオーニング日本で使うにはキャンプ場とかでもおそらく横幅的に無理なんで、まあアメリカンなサイズだなというふうに思っていただければと思います。でちなみに今ついてるここですね、この2個の外の黒いバグ、これ何かってスピーカーなんですよ。このトレーラー Bluetooth 接続して中と外にスピーカーがついてるので、結構割とパーティーとかするときに音楽を聴いて楽しんだりっていうこともできるようになってるので、まあ結構本当に広大な敷地がある前提でトレーラーで作られてるので、そういったものになります。次リア回ってくるとこれですね、スペアタイヤが一応ついていて、あとは僕の場合オプションでこれバックカメラつけたんで、バックカメラはここにあります。でこのカメラはどこで見るのっていう話なんですけれども、こっち来ていただくと、これですね、ラングラーのここのにあのバックの後ろの表示が映るようになります。ちょっと一回実際ではつけてみましょう。このような形で後ろのカメラが常に走行中も見れるようになってます。ではリアの続き見ていきましょう。リアに関してはあとジェイコーという結構大きくデカデカついてる、ここのライトとかも全部ラングラーと連動しているようになるので、ハザードとかもこれで分かる、後ろの方が見えるようになってます。で次ここですね、ここの黒いのただのバーじゃないんですよ。ここが開きまして、開くとなんか蛇腹状のホースが見えてると思います。このホース何に使うかって話なんですけれども、このラングラー75リッターの水を蓄えられるので、で綺麗な水を蓄えた分、まあ、例えばトイレの水とか食器洗った水とかシャワー浴びた後の水とかがここにタンクとして溜まるようになってます。でここのタンクの水を吐き出す時に使うホース、結構東京とか、まあ、家とかどこでもあると思うんですよ。汚水マスってあるじゃないですか。あそこに直接蛇腹でホースでつないで、ここ開けてここを引くと全部出てくるっていう形になります。ちなみに今回も今これで一泊した後なんで、僕トイレは使ってないんですけれども、洗い物とかしてるんで、ここ引いたらとんでもない量の水出るんで、今は開けないでおきます。次なんですけれども、これですね、足元にある、これ何かっていうとムーバーって言われてるものになりまして、これ電今ロックかかってるんですよ。輪止めとかの代わりにロックがかかってる、プラス iPhone とこのリモコンですね、今ラングラーと連携してるんで難しいんですけれども、このリモコンを使えば電動でこれが動きまして、トレーラー自体でもリモコンでラジコンみたいな感覚で自走することができるので、駐車場で駐車する際とかすごい楽な車になってます。続いてこれは外でテレビを見るような配線ですね、がついてまして、これが外から充電する時のコンセントですね、外部給電する際のコンセントになってます。でこれは綺麗な水ですね、清水を入れるタンクで、これを入れるとこの奥にある75リッターのフレッシュタンクに自動的に水が入るようになってます。じゃあそこの水を使わない時どうするのって、ずっとトレーラーの中に入れとくのって、いやそんなわけないじゃないですか。その水綺麗に抜くためのものここにあります。これを押すと綺麗な水がこういう風に出てくるっていうものになります。今ちょっとこの後まだトレーラーで生活するんで水は置いておきたいと思います。でちなみになんですけれども、ここですね、こう冷蔵庫がありまして、冷蔵庫の排熱がされるんで、ここ結構あったかくなってます。ではですね、この内装の方を紹介していきたいと思うんですけど、その前にまずこのドアですね、ドア普通に閉めるとって言って閉まるんですけども、これ暑い時大変なんで、暑い時はこの状態ですね、これを閉めるとこのように網戸状で快適に過ごせますし、この状態でもドア引けるようにここにあるので、これを手を伸ばせばこれでしまうようになり、次開けると自動でここくっつくっていう優れもののドアになってます。では中見ていきましょう。でまず中入っていただくと、一番最初に見えるのはこれですね、これが先ほど外にやってたスピーカーで、スピーカーに関してはこれ中にもここにもついてますし、奥にもついてるので、スピーカーがあって綺麗な音楽を聴けるようなトレーラーになってます。
で、ちなみに内装を、まあ、雑把で言うと、ここがテーブル兼ベッドっていう、まあ、ダブルベッドですね。が1個と、こっちですね。中入っていただくと、こっちにキッチンがあって、あと、ここですね。ここに2段ベッドがあるっていう形になってます。で、ここのドアを開けると、トイレですね。ここのトイレとこっちにシャワールームが、こんな感じでついてるって、結構シャワーヘッドも立派じゃないですか。ヨーロッパのトレーラーとかって、だいたい水のタンクが10リッターしかないよとかって多いんですけど、75リッターあるんで、普通にトイレも使えますし、シャワーも使えます。まあ僕ちょっとユニットバスが好きじゃないんで、トイレは用意はしてるけど、使ったことはないで。シャワーに関しては結構使い心地良くて、普通にシャワー浴びれるんですが、この壁がね、ここの壁がね、これ防水じゃない普通の壁なんですよ。まあちょっと防水っぽいっていう感じなんですけど。なんで、終わったら毎回マイクロファイバーとかで拭かないといけないんで、そこはちょっと大変だなというふうに思います。でですね、次そしたらここに関しては基本、衣装棚で僕は、洋服とかをハンガーとかに吊るしてかけるようにしてます。で、ここの下は、一応スペースはあるんですけど、ここは洗濯物を入れるようにしてます。で、ここですね、これガスコンロになりまして、プロパンガス効いてるので、ガス栓をオンにすれば、ここで、普通のも自宅用のコンロと同じ感じで使えますね。で、ガスコンロの上には換気扇がついていて、で、その上ですね、これ、アメリカの電子レンジになるので、表記が、ポップコーン、ポテイト、ピザっていう、日本にはまずないようなものの表記になってますね。そしてこれなんですけど、アメリカって基本120ボルト電圧じゃないですか。日本が100ボルトになるので、もらえる電力がちょっと少ないんで、普通1分で回答できるものが3分かかったりっていう風になるので、そこはちょっと日本向きではないかもしれないですね。ちなみにここにあるこの冷蔵庫とかは基本外付けの外部電源つないでないと使えないようなものになっております。で、ちなみにここのトレーラーの電気ですね、電気は基本この先端に丸ポチがあるので、この丸ポチを押すとついて消えてっていうのができるようになってます。で、次これですね、水もコールドとホット蛇口両方出るようになってまして、これを今の状態でも多少は出るんですけど、そんな勢いよく出ない。じゃあどうやって出せばいいか。ここにですね、ウォーターポンプって言われるものがあります。これを押すと電気の力で自動でこの勢いで出てくれるんで、ホットもコールドもこんな感じで出るんで、快適に使えるようになります。ちなみにコンセントはここにもありますし、こっちにもありますし、ベッドのところに1箇所とソファーの足元に1箇所なんで、計 1,2,3,4 で、外に2なんで5だから10口ついてるので、電気は全く困らないですね。どちらかというと電気を供給するバッテリー側が足りないんじゃないかっていうぐらいの不安はあります。で、ちなみにここの下にはここの下も収納になっていて、ここの下には基本食材とか調味料とかそういうのを入れてます。で、ここの上には調理器具を一応入れてるっていう形になります。で、この中冷蔵庫になります。で、この冷蔵庫も 3way で使える冷蔵庫になっていて、冷蔵庫ですね、これだとバッテリーで冷やす、これだとガスで冷やす、これだと外のコンセントからの充電で冷やすっていう形になる。今ずっとバッテリーで冷やしてたので、中はすごい冷たいような、あ、めっちゃ冷てい感じになってます。で、ここの上には基本網で置ける荷物置きですね。まあ、撮影機材とかは主に置くようにしていて、ここの上も収納になります。で、じゃこれ、このトレーラー床下収納どうなの。結構トレーラーの多いのって床下収納が多いんですけど、ほとんど実はこのトレーラー床下収納ないんですよ。ではちょっと一度そちらの方を見ていきたいと思うんですが、まずこれがベッド状態なので、ソファーにしていきたいと思います。ちなみにこのベッドですね、ふかふかで寝心地すごいいいんですよ。で、撮影中に寝てみたらこのまま本当にね、そのOKよっていう感じになるので、とりあえず一回ではこれ組み立てていきたいと思います。組み立て方本当人それぞれなんですけど、僕はこういう風に組み立ててますね。一番よいしょ。トレーラーによってはこういう風な大きいテーブルじゃなくて、割と小さい、もう本当にトレーラーについてるようなテーブルを使うっていう方、これ組み立てるのめんどくさいよっていう方多いんで、そういった方には183とか174とかが結構割とおすすめにはなるんですけども、僕YouTube の編集作業とか他の外ので PC 作業することが多いので、で結構 YouTube のここ事務所
移動式事務所みたいに最近なってるので、なんか何人でも大勢でも作業できるようにっていうことで、この大きいテーブルがある154を買ったっていう経緯になります。で、実際こんな感じですね。結構広くないですか。なんでここで結構快適にいろいろ何でも作業できたり、ご飯を4人で食べたりも全く問題ないような圧迫感のない空間になってます。で、じゃあ実際では床下収納を見ていきたいと思います。まず片方こちら側ですね。こちら側の床下収納なんですが、先ほど言ったように外とつながってるんで、結構トレーラー関係の足回りだったりホースだったり、そういうのが入ってるようになります。まあ、なんでこっちの方に最悪テントとかまで置けたらいいなと思ってるっていう感じなんですけど、まあ実際ちょっと生活環境とか、そもそもトレーラーがあるのにテントなんかいるのかよって話もあると思うんで、そういったの含めて見ていきたいと思います。で、次こっち側ですね。こっち側なんですけども、こんな感じでさっきのタンクですね、75リッタータンクがこういう風に入ってます。で、あと配線とか電気関係ですねがついているっていうものになります。で、あとこのトレーラー結構優れもので、まずここ消火器が普通についてます。で、あとはこの一酸化炭素計ですねとかもついてるので、ガスとかがあるとちゃんと警報鳴ってくれるんですよ。っていうのは結構嬉しいところかなと思いますし、あとこちらエアコンが普通に、結構大型のエアコンがトレーラーの中でもついてるのと、ここに FF ヒーターって言われるプロパンガスを使って温めるヒーターもついてるので、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができる快適な環境かなというふうに思います。ちなみにここの小物入れは僕は下駄箱に基本使ってるっていう形になりますね。で、トレーラーなんですけれども、トレーラーってヨーロピアンだったりアメリカンだったり全然内装違いますし、アメリカンも一軸モデルって言われるタイヤが2つのモデルと、二軸モデルって言われるタイヤが4つのモデルとで、全然過ごし方とか長さ大きさも変わってくるので、まあ僕の動画で212っていう二軸モデルを紹介したり、最初に一軸なんだけどもうちょいなんか183とかいろんなトレーラーを紹介してるので、そういったトレーラーを見て、あ、このトレーラーいいな、気になるなっていう方っていらっしゃいましたら、ぜひですねコメント欄で教えていただけたりしたら幸いです。またこのトレーラーを使って今後いろんなことをしていきたいと思いますので、そちらの動画もぜひお楽しみにしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これ一回立てたら組み立て直しまうのが毎回筋トレです。よし、しまうか。あ、ちなみにこのトレーラーなんですけど、この状態で走るとトレーラー基本物がバタンバタン動くので、こういう風に暴れて壁に穴開いたりする可能性高いので、この154のトレーラーに関しては毎回よいしょ、走る時には先ほどのベッド状態にして走るというトレーラーになります。よいしょ、ほっ、よいしょ。ちなみにこれ結構実は重いです。では次の旅行きましょう。